歳三さんってすごい人気あるじゃないですか。なぜなんでしょうか。やっぱり現代の私たちってどううまく立ち振る舞えば自分に得になるかっていうことを第一に考えて行動しなければいけない世の中に生きていますよね。歳三さんの人生生き方見ると損得で全然動いてないんですよね、うん、今新政府軍に降伏したら、うん、これだけ得があるぞとか利があるぞっていうようなことでは全く動かないので、そこがやっぱり私たちがすごく惹かれてやまないところなのかなっていうふうに思います。現代の人はあっちに行こうかこっちに行こうかどっちが得かなって迷ってるけれども、本当はそういう生き方をしたくなくって。